お行まで行けなかった。はい、よいしょ。はい、どうも。こんにちは、こんばんはですね。ちょっと旗をね、最初に移してみようと思ったんですが、なんと体験授業の行のところが入らずね、終わってしまいました。はい、今日もね、都道府県の数学大問一のね、動画を撮っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。でね、今日はね、群馬県ですね、群馬県の数学大問一の括弧1から括弧9までをね、扱っていきたいと思います。で、ちょっと盤面の都合上ね、いつも通り、今日はね、9から4までしか書けてませんので、あと残りの括弧3、括弧2、括弧1に関しては、追ってね、問題を書きながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通り、このね、動画は演習と解説をね、それを目的にやっていますので、一旦再生ボタンを止めていただいて、で、この括弧9から括弧4までね、4から順にやっていってもいいし、9から遡っていってもいいですよ。どちらもいいです。皆さんのノートに問題書いてやってみてください。はい、ではね、括弧9から順番に解説をしていきたいと思います。まずね、この括弧9番の問題です。読みます。1次関数の式で、と、こう来たら、はい、前のね、都道府県の動画でも言ったんですが、1次関数と来たら、y イコール ax プラス b と置いてくださいねというね、はい、これがまず基礎の基礎です。a を傾きと言って、b を y 切片と言いますね。はい、でね、続けていきましょう。x がマイナス1のとき、y が5なんですよ。x が3のとき、y がマイナス7なんですよっていうね、ヒントが与えられております。で、ここからはいろんな解き方があるんですが、主にね、2つ、ちょっと紹介、解法を紹介していきたいと思います。まず1個目ですね。はい、ここ。x はマイナス1のとき、y が5って言ってるわけだから、マイナス1、5っていう点を通るわけですね、これ、この関数はね。で、もう1個、こっちね、波線の方。x が3のとき、y はマイナス7なんですよ、と。こういう2点を通る一次関数がこの求める式なんですね。で、傾きっていうのは皆さん A。思い出してください。X の増加量分の Y の増加量で求められましたね。増加量と。これ傾きとかね、変化の割合って言ったりします。傾きまたは変化の割合ね、これは両方言葉を押さえておいてください。で、そうすると、はい、 x はマイナス1から3まで変化したとしましょう。マイナス1から3までどう増えてるかっていうと、増えた先の数から増える元の数を引いてやればいいね。はい、まあ4なんですけど、4増えてるよね。マイナス1に4足したら3になるね。で、こっちも一緒。y も増えた先から元を引けばいいです。こうか。そうすると、これは4分のマイナス12ってなって、マイナス3と。これが a なんですね。なので、この式っていうのは、y イコール 3x プラス b と置くことができます。a にね、ここに3、あ、まあ、ごめんなさい、マイナス3ですね。y イコールマイナス 3x プラス b と。今求まった a をここに代入したんですね。そんでもって、こう出たら、あと b 求めればいいだけなので、x にマイナス1、y に5を代入してみようか。5イコールマイナス3かけるマイナス1プラス b、 5イコールここ計算すると3だね、プラス b となるので b は2となります。よって y イコール 3x プラス2とこう求まるわけですね。はい、これがね、なんか違うな、ごめん、
また3って書いてた。マイナス 3x ですね。失礼しました。もうマイナスを忘れてどうするって話ですね。はい、こうですね。これが答えです。で、実はもう一個解き方があって、皆さん思いついたのはそっちの方じゃないかと思うんですね。一旦ちょっとこれ消しちゃいますね。よっ。まあ、どっちもどっちって感じかな、これはね。どっちが早いとかはなく、両方理解しておくのがいいと思います。ね、元の問題に戻ります。x がマイナス1のとき、y が5。x が3のとき、y がマイナス7って言っているので、それらをすべてここに放り込んでやるんです。そうすると、5イコール x マイナス1なので、マイナス a だね。こういう一本の式が出来上がります。こっちもやっちゃいましょう。マイナス7イコール 3a プラス b と。そしたらほら、a と b のね、連立方程式が出来るんです、これ。しかも bb って揃ってるので、上下引いてやりましょう。そうすると、ここ丁寧に書いておくね。5マイナス、マイナス7イコール b 引く b は消えるので、ここはなしで、ここね、マイナス a 引く 3a。こうなります。そうすると、こっち計算すると、5たす7で12になるのかな、これね。で、こっち計算すると、マイナス 4a。つまり、マイナス 4a が12なんです。ってことは、a は、これ、マイナス3って出ますね。で、どっちでもいいので、こっちの式に代入してやろうか。これにね、a イコールマイナス3を代入と。すると、どうなるかっていうと、5イコール、ここマイナスついてて、さらにマイナス3ね。プラス B。5イコール、こうマイナスとマイナスでプラス。B は2と。よって、Y イコールマイナス 3X プラス2と。さっき出た答えと同じです。ね。こういうふうに解くことができます。まあ、やりやすいね、方法で大丈夫なんですが、一応両方ね、理解しておくことをお勧めいたします。カメラチェック OK ね。はい、これがカッコ9番でした。1時間数絡みの問題はよく出るので、しっかり押さえておいてください。じゃあ、これ消しちゃいます。よし。じゃあ、次ね。カッコ8番、確率の問題もこれ、ね、都立大好きだね、この問題ね。カードを、5枚のカードから2枚引くやつね。問題読みます。1から5までの数が1つずつ書かれた5枚のカードがあります。まあ、ちょっと適当に書いてやろうか、こうやってね。4。こういうカードが1枚ずつあるわけですね。で、この中から同時に2枚のカードを取り出すときに、取り出したカードの和、和っていうのはもちろん、これ足したものね。が、奇数になる確率を求めなさいという問題です。これはね、1個ずつ樹形図書いていけば分かりやすいと思いますので、ちょっと書いていっちゃいましょうか。ここから2枚取るんですね。じゃあその1枚目の候補を1が出たとしましょう。そしたらもう1枚の候補としてはこれ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 の4通りだね。2、3、4、5、こういう枝があります。この12っていう枝はカードの1の数字と2の数字が出たよって意味ですね。で、次1つが2だったとしましょうか。その時に他のもう一個の候補としてはこれ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 があるんですが、いいですか皆さん、こう書いてしまうと2のカードと1のカードがここは出る、ここは1のカードと2のカードが出る、かぶってるね。なのでこれはいりません。よってこれこれこれの3通りになるかな。こんな感じね。1本ずつね、枝が減っていくタイプの樹形図です、これね。じゃあ、1枚の候補が3だったとしましょう。その時に、これ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 が出る可能性があるんだけど、31と32っていうのはここにあるね。31と32ね。なので、4と5と、ことになります。そしたらもう皆さん、賢い皆さんはお察しの通り、4の時はもう5しかないですね。枝がね、4本、3本、2本、1本と減っていくタイプの樹形図です。で、全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本の枝があります。で、和が奇数のものを求めなさいって言ってるわけなので、
はい、ここ 1+2 で 3OK、 1+3 で4ダメ、 1+4 で 5OK、 1+5 で6だから偶数だからダメですね。 2+3 は5だから OK、 ダメ、 OK でやっていくと、 3+5 で8だからダメで、 4+5 は9だから OK と。はい、 OK が 1,2,3,4,5 本ありますね。1,2,3,4 ごめんなさい、1,2,3,4,5,6 本ですね。なので10分の6ということで約分して5分の3ということになります。はい、これが括弧8の確率です。さて、じゃあ一旦消してね、7番の解説いきましょうか。よし、ちょっとクーラーをつけずにやってしまったのがもう本当にミスでして、暑いさっきねラーメン食ってきたのでなおさら暑いんですね。はい、じゃあ7番いきます。ある長さを測定して得た値ね、 7.3 っていう数字が得られたと、センチメートルね。で、これは小数第2位を四捨五入した近似値だとしますよ。つまり何とか点何とかかんとかってあって、ここを四捨五入して得られたのがこいつなんですよってことなんですね。小数第2位ですからね。で、その時にこの真の長さ、本当の長さを A センチとすると、 A の範囲を不等号を使って表しなさいっていう問題です。つまりここを四捨五入して 7.3 になる範囲ってどっからどこなんですかっていう問題なんですね。で、まあ整数部分はこれ7なので 7.、 じゃあ例えば 7.21、 これって小数第2に四捨五入しても 7.3 にならないね、 7.2 にしかならないね。だからこれダメなんですね。 7.25 はどうでしょう。ここ四捨五入すると繰り上げでこれが3になるね。なのでこれは OK なはずですね。で、この間の 7.24 はどうですか。4って切り下げなので 7.2 になるからダメだね。つまりここからどこまでかっていうと 7.31 やってみようか、試しに。7.31 はここ四捨五入するとこれ1で切り捨てだから 7.3 になって OK だよね。こうやってやっていくとね、 7.35 はどうでしょう。ここ繰り上がりだね、切り上げで4になっちゃうね、これね。なのでここはダメなんです。わかりますかね皆さん。つまりちょっとこっち消すね。つまり小数第2位を四捨五入して 7.3 になるのっていうのは、ここからここまで、ここ入っちゃダメなんですね。つまり 7.25 っていうこの小数第2位の小数から、なんだっけ A だね。で、こっちはこれは入っちゃダメなんだね。 7.35 は入っちゃダメなんです。だからここはイコール入れない。ところが 7.35 よりちょっと直前は入っても OK だね、 7.3 になるから。だからね、こういう不等号で表すことができるかと思います。これが答えですね。ちょっと見慣れない問題でね、皆さん戸惑われた方もいらっしゃったかと思いますが、やってる内容的にはね、小学校の、計算っていうか四捨五入の問題と同じです。はい、じゃあ7番消して、ここからはね、割となんか単純な計算しか出てこないので、ちょっとね、スピードアップしていきたいと思います。はい、x2乗-25 を因数分解しなさいって問題です。これはご覧の通り、これ x の2乗だよね。引く25っていうのは5の2乗なんです。2乗引く2乗の形ね。はい、2乗引く2乗の因数分解の仕方はどうだったかっていうと、これは足したものと引いたものの掛け算となりました。この因数分解の公式覚えてますか皆さんね。なのでこれと同じことをここでやってやればいいわけなので、足したものと引いたものを掛け算すればもう終わりです。 x プラス5、x マイナス5というのが答えとなります。これ
これが括弧6番ね。はい、5番の今度展開だっけ。はい、これを展開しなさいっていう問題です。はい、こういう2乗のタイプの展開っていうのは、まあ、プラスからやろうか。これね、はい、まずね、ここの2乗を書きます。 A2 乗で、ここの符号をそのまま書きます。次に2倍のこれかけるこれをします。2倍のこれかけるこれで、最後にこっちのプラス B の2乗を置いてやる。つまりA2 乗プラス 2AB プラス B2 乗っていう風に展開ができますよ。マイナスの場合も一応念のためにやっておきましょう。割と苦手な人が多いかもしれないね、これね。マイナスの場合も同じ、ここの2乗をまず書くね。で、こうマイナスだからマイナス置こう。さっきプラスだったけどね。で、2倍のこれかけるこれだから2倍の A かける B と。で、最後にマイナス B も2乗なんですが、2乗するとプラスになるので、ここはプラス B 2乗と、こういうふうになります。こういう展開公式があるんですね。あの、いつまで経ってもいいですか。答案見てると皆さんのね、こうやってる人がいます。もうこういうのね、卒業してしっかり腹をくくってね、腹をくくって覚えましょう。いいですか。お腹痛くなっちゃった。腹いっぱい食べてきたのでね、陳内さんのね、ラーメンを食べてきました。こういうことを、何を言いたいかっていうと、こういうことをしないで、ちゃんとこういうね、風に、もう展開公式を覚えて、しっかりできるようにね、身につけてしまいましょう。そうすると、これはもう、これに乗っ取っていけば簡単で、はい、まずこれの2乗。で、マイナスだからマイナス置こう。2倍の、これかけるこれね、A かける3。で、最後このマイナス3の2乗だから、マイナス3の2乗っていうのはプラス9だね。だからここはプラス9と。で、 A2 乗をマイナス 2×3 で 6A プラス9と。はい、こういう風な展開ができるかと思います。ちょっとカメラチェックね。はい、大丈夫ですね。はい、じゃあね、これあとなんだっけ、過去4番も書いてあったんだな。よし、これ消そう。よし、さっきラーメン食べてきたからね、あのマスクの下がちょっと塩味がしてきました。すげえ汗かいてる、やばいね。これ帰って、これはもう風呂に6本ですね。はい、じゃあね、括弧4番の問題に行きたいと思います。はい、絶対値が2以下である整数を全て書けっていう問題ですね。で、ちょっと復習しとくと、プラス2の絶対値は2です。マイナス2の絶対値も2です。なんでかっていうと、絶対値っていうのはここを0とすると、ここの0からの距離を表すんですね。ここの長さを表します、絶対値ってね。だから0からマイナス2はこれ2センチだね。センチをつけるとね、0から2も2センチだから、結局こいつらの絶対値はね、両方2になるんです。ということで、一般的に言われているのは、符号を取ったら絶対値になりますね。プラス2の絶対値は2、マイナス2の絶対値も2です。こうなるね。で、絶対値が2以下の整数ってことは、つまりどういうことになるかっていうと、絶対値が2、1でね、整数は0も含みます。絶対値が2、1、0になるようなね、こういう整数を求めてやればいいです。じゃあ絶対値が2になるやつっていうのは、マイナス2、プラス2もそうだね、後で書きます。絶対値が1になる数、マイナス1で0で、1も絶対値1だね。2も絶対値2なので、こいつらが答えになります。いいですかね。2以下っていうのは、2もそれ自身も含みますからね、ここ要注意ですね。はい、これが答えです、括弧4番ね。はい、ではね、ちょっと問題を書きつついきましょう。
あと3問かな。じゃあ、カッコ3からいくか。カッコ3。3分の 2x-y マイナス6分の 3x プラス 2y と。はい、この計算をしてくださいっていう問題。カッコ2番がルート6割るルート2を計算しなさい。カッコ1が3マイナスマイナス4を計算してくださいと。はい、この3問ね。じゃあ皆さん、ちょっとビデオ止めてね、一旦答えを出してみましょう。解いてみてください。こっちも消しとこうかな。よし。夜遅くに食べてね、帰るとね、もう本当に太るしかないんですね。もう太ってますけど。なので、ちょっとね、授業をして、こう運動をしてからね、汗をかいて帰るのが、まあ一番なんですね。まあ帰ってね、暑かったビールってなるとまたちょっと太ってしまうんですが、嘘です。ごめんなさい。はい。じゃあね、カッコ3番からいきます。こっちに書くね。これ3と6で分母違うので、ここ書いちゃおうか。6に通分してやる。そうすると、これ2倍されたから、上も2倍してやろうと。こうね。で、こっちはそのまま書こう。3x プラス 2y と。はい。で、これね、そのまま計算しちゃっていくと、6分の、はい、展開します。4x マイナス 2y。で、マイナス 3x、マイナスとプラスだから、マイナス 2y となります。はい、これ計算すると、6分の 4x マイナス 3x だから x。マイナス 2y マイナス 2y だからマイナス 4y。はい、これが答えとなりますね。合ってますね。はい、大丈夫ですね。はい、カッコ2番、こっちに行きます。はい、このルート6あるルート2ね、まあ一応分数の形にしてやりましょうか、こうやって。そうすると、分母も分子もルート2で割り算できるので、これ1。ルート6をルート2で、まあ、そのままか、これね。ルート3ですね。もうこれが答えなんですが、一応ね、はい、これで1分のルート3だからルート3と。はい、もう全然ひねりようもなんもないですね、これね。で、最後、カッコ1番。マイナス引くマイナスなので、ここの符号はプラスになります。こうね。はい、7ということです。これが答えですね。はい、ではね、群馬県のカッコ1からカッコ何だっけ ?9 だっけ、はい、の、数学大問1の演習解説動画はこれで終わりにさせていただきます。では、ご視聴ありがとうございました。皆さんね、役立ててくださいね。はい、それでは失礼いたします。こっちじゃなかったわ。